さて、いつもこうかぼちゃ普通にあの煮物にするんですけども、ちょっと面白くないなと思ったので、今日はトマト煮にしてみたいというふうに思うんですね。それでニンニクとトマト、これも普通のトマトで結構です。ホールトマト買う必要ないと思います。バジルは自分 の, あの庭にあの自生というか育てていますので、それを取ってきました。でちょっとコンソメを使って、あと塩コショウで味付けをしていけばいいと思います。